さあまたまた始まりました。おなじみモテモテシェフのゴーンジハヤトと宇宙人料理研究家ペゲッツの混ぜてびっくりあれの味スペシャルミラクルまぜまぜクッキング。あーこれって前にやったあれ。そう、混ぜて食べるとあら不思議、全く別の味になるっていうレシピを検証する番組だぜ。今回はパート2なのだ。審査員はもちろんこの方、二階堂ルイさんです。今回もしっかり味わってね。もう毎回僕を巻き込まないで。というわけで、混ぜると丸々の味にスペシャルミラクルレシピパート2スタート。早速始めるんだぜ。まずはこのバニラアイスとレモン汁を合体。じゃーん、チーズケーキの出来上がり。これがチーズケーキ？バニラアイスにレモン汁、まあ普通に美味しそうではあるけど、チーズケーキになるのかな。いいから食べて。わかったよ。どうだ？レモンの酸っぱさにバニラアイスの甘さが溶け合って、チーズケーキっていうよりレモンシャーベットだね。後味の中に一瞬だけチーズケーキを感じるけど。あれ？バニラアイスとレモン汁でチーズケーキ。確かにレモンシャーベットっぽいね。さっぱりしてて美味しいよ。再現度 40%。 お次はこのバニラアイスと醤油を合体。じゃーん、みたらし団子の出来上がり。これがみたらし団子？バニラアイスに醤油、甘いものにしょっぱいものって。騙されたと思って。美味しくなさそうだけど。どう？醤油のしょっぱさが先に来ちゃうけど、よく混ざったらこれはみたらし団子の味だ。やったー。バニラアイスと醤油でみたらし団子。本当にみたらし団子の味だ。そうだね、本物のみたらしのタレは醤油と砂糖だけど、バニラアイスの甘さが砂糖の代わりになってるんだと思うよ。再現度 80%。 どんどんいくんだぜ。次はこのトマトとハチミツを合体。じゃーん、いちごの出来上がり。いちご？どう見てもトマトだよ。まあまあ食べてみて、いちごの味がするかもよ。トマトはトマト、いちごになるはずは。どうだ？どう？シャキシャキのみずみずしさに甘さが加わって、これは、いちごはいちごだけど、フルーツじゃなくていちご味の飴とか歯磨き粉って感じだね。おいしい。トマトとハチミツでイチゴ。イチゴ味の飴が好きな人は試してね。再現度 50%。 次だ。まだあるの？次はこのプリンとソースを合体。じゃーん、とんかつの出来上がり。とんかつ？プリンにソースって絶対美味しくなさそう。まあ騙されたと思ってレッツチャレンジ。ソースがカラメルに見えなくはないけど。どうどうどう？ソースの味がガツンときて、とんかつ？おぉって一瞬思ったけど、ただのソースの味だね。食感も全然違うし。残念。プリンとソースでとんかつ？やっぱりプリンはお肉の代わりにはならないよね。食感も全然違うからね。再現度 20%。 次はこのプリンと焼きそばを合体。じゃーん、カルボナーラの出来上がり。カルボナーラ？確かに焼きそばもパスタも麺だけど。いざ実食。どうなの？トロトロがうまい具合に麺に絡まって、甘いけどカルボナーラっぽいね。でもカルボナーラっていうよりアマボナーラって感じかな。アマボナーラ？プリンと焼きそばでカルボナーラ。プリンもカルボナーラも卵を使ってるから意外とまとまりは悪くなかったね。甘いけど。再現度 70%。お腹いっぱいになってきた。次はこのホットミルクとたくあんを合体。じゃーん、コーンポタージュの出来上がり。いやいやいや、牛乳にたくあんって合うわけないじゃん。食べてみなきゃわかんないよ。仕方ない。コーンポタージュか、コーンポタージュなのか。あったかい牛乳にたくあんのしょっぱさ、ポリポリの食感、全然コーンポタージュじゃないね。ダメか。ホットミルクとたくあんでコーンポタージュ。黄色いたくあんがコーンの代わりになると思ったのに全然ならなかったね。再現度 0%。 これで最後だよ。まずはこのゆで卵の黄身とハチミツを合体。じゃーん、栗の出来上がり。栗？見た目はちょっと栗っぽいけど。だろ、それは栗なんだぜ。いや違うでしょ。どう？ホクッとした感じにこの甘さ、これは甘栗の味だね。やったー。ゆで卵の黄身と蜂蜜で栗。本当に栗の味だ。
これはおすすめだからぜひみんなも試してみてね。再現度 90%。 ルイどうだった？うん、いくつかは確かにそうだなって思ったけど、そうじゃないのも多かったね。もうもっとうまくいくと思ったのにな。じゃあ余ってる食材で他にも作ってみようっと。あーストップ！ペケッツが料理作ると時空の叫びができちゃうから。バニラアイスにレモン汁、さらに蜂蜜と醤油を混ぜて、あれとこれも混ぜちゃって、合体！うわー、やばいやばいやばい、ちょっとペケッツ！あれ、また時空の叫びができちゃった。へへ、お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけない。